15日、嘘はついてなかった。DeNA は16日、米大リーグジャイアンツから FA となっていた筒香嘉智外野手の獲得を午後2時25分に発表した。これは筒香の愛称でもある、225、筒香にちなんだ粋な発表時間で、5年ぶりの古巣復帰となったが、なぜ筒香は NPB の複数球団が獲得に名乗りを上げた中、古巣への復帰を選んだのか。近年稀に見る大どんでん返しだったのではないだろうか。一部スポーツ紙が巨人獲得決定的と報じた8日時点、私も同じ情報を得ていた。巨人、阿部監督は7日の DeNA 戦後、調査はしていただいてるみたい。僕が言えるのは、ここまでかなと語った後。選手としては実績十分だし、人間性も素晴らしいですからねと獲得への意欲を強く示していた。その時点で巨人が提示した条件は、どの球団より高かったと伝わっている。獲得に乗り出した各球団関係者の間では、巨人と基本合意したようだとの認識が持たれており、早ければ11日にも筒香選手が阿部監督にお世話になりますという連絡を入れそうだとの情報も駆け巡っていた。巨人は筒香サイドの要望に応じるスタイルで交渉を進めてきたが、条件を上積みした DeNA は最終的に2年目までは年俸3億円、3年目は変動制の3年契約を提示するなど、古巣としての最大限の熱意を含めた奥の手を駆使して恋人を振り向かせた。筒香サイドは15日に巨人に断りの連絡を入れた際、総合的に考えてと理由を告げたという。18日に横浜スタジアムで入団会見が開かれるが、近年稀に見る大どんでん返しになったと思われる交渉過程、自らの心境の変化、揺れ動いた思い、最終的な決め手となった部分についてなど、どこまで確信に触れるのだろうか。ファンの反応にビビった DeNA が条件上積みして巻き返したらしい。ぶっちゃけ渡来のいる DE に筒香って必要か？巨人の金額知って横浜が条件上積みしたプラス初日発表時の叩かれ具合で二の足踏んだ感じで横浜戻りに決めた。これ巨人にとって先般初日では？なんか X でサンスポが信頼あるスポーツ紙認定されてたのがすごい違和感あったわ。巨人に必要とは思えなかったし、一番いいところに落ち着いた感はある。お断りされたのか。DE は復帰需要の筒香グッズでペイできるやろ。もはや巨人より DeNA のが金持ちなんだな。ナンバーオーナー、筒香獲得に怒りの積み増し金。ファンの反応に焦って筒香に巨人から提示された条件聞いて、それに上乗せした横浜は、まあ、キリアウトとしても基本合意までして、監督に挨拶行く寸前までしといてやっぱりやめてこっちにしますっての範囲でおバカにしすぎなのでは？スポニチがそこまで信頼あるわけないだろ。それに、普通なら他の媒体があっこで続くはずやねん。これじゃいらないとか言ってた巨人ファンが惨めじゃん。阿部の、残念だけど、頑張ってってコメントはそれなりに手応えあってからの横浜選択やったから、こう言ったんやな。もう確定するまで情報出すなよ。